ペーター・ミーク、ペーター・ミークは、スイスの作曲家、画家、評論家、アール・ガウ州、レンツブルク出身、学生時代よりピアノを学び、1918年、以前より作曲を行っている。1927年に、中東教育を終えると、チューリッヒ、バーゼル、パリで、美術史、考古学、音楽史、ドイツ文学、フランス語を学んだ。また同時に、 ピアノのレッスンも続けた。1933年にスイスの水彩画に関する論文を表し、以後様々な雑誌で美術、音楽、文学評論家として執筆活動を行った。1933年から1939年の間にパウル・ザッハー、バルト・クベーラ、イーゴリスト・ラビンスキー、アルテュール、オネゲル、ボスラフ・マルティヌーと知り合っている。 1942年より、フランク・マルタンから作曲についてのアドバイスを受けるようになった。その結果、1950年代から作曲家として飛躍を果たし、チューリヒト・トーン・ハレ管弦楽団、ラジオ・バーゼル、ルゼルン音楽祭弦楽合奏団から移植を受けるようになり、国内外で作品が演奏された。作品は、競争曲、室内楽曲、 ピアノ曲など135曲あり、新古典主義音楽の性格を持っている。1961年にアクリル画、ガッシュ画の古典を開いた。彼が残した絵画は、生物画や風景画など数百点に上る。1967年には、レンツベルクの詩学の著書を表し、1978年には、小説を散策表し、1986年に、 回顧録を表した。ありがとうございます。